綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、では最後にパターです。はい、はい、ここはねショートコースもあって、まあ、あのラウンドマネジメントとかもいいかなと思ったんだけど、まあ、それは本コースでもできるんで、ちょっと丁寧にちょっとパターのレッスンを、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと行っていきましょうか、はい、打ってる様子がちょっと見てみたいので。わかりました、はい、お願いします。お願いします。ここら辺から、あ、はい、ここからそのぐらいの距離でやっていきましょうか。はい、うん、オッケーオッケーオッケー、いいっすよ。うん、左に外すこと多いんですか？そうですね、確かにちょっと左行きがちかもしれないですね。あ、はいはい、ちょっと打つときに、はい、あ、打っちゃっていいですか？オッケーです、はい、そう、うん、とほら水が入ったんですよ。ちょっと頭が打つときに多分意識が行き過ぎて、こうこっちから行ったかな、構えて打つとき左に、はい、自分が突っ込んじゃってるんですよ。あ、そう、まあ、多分カップ見たいからカップ見に行こうとしすぎちゃって頭がずれちゃって、はい、でそうするとですね、クラブがアウトサイドインに入ってくるんです。あ、こうなるってことですか？そう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 、構えて打ちますって言って頭が左にこう流れると、あ、アウトサイドになるんで、フェースが左向くからちょっと左に向きやすくなる。はい、なんで今ちょっと頭を押さえて打ってあげるとまっすぐ出るんで、せっかくまっすぐ向けてるのにその頭がずれることによってちょっと外しちゃってる部分があるんで、へー、もったいないかなって。あ、ちょ、早い、やばい、バカバカ、珍しい、何をしてるんでしょうか。頭を動かさない。そう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 、そうです、そうです、そうです、そう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 、いいですよ。左、もう両目で見ちゃっていいんですか？両目で見ちゃって大丈夫です。 OK、 そう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 、そうです。なんなら左目つぶった状態で打ってみてもらえます？多分それ打った方が早いんで。左目、そう、 OK、 構えます。構えた状態で、はい、踏まえてそこでちょっと左目つぶってください。はい、あ、その状態で打ってください。そう、そうすると頭がずれないんですよ。これ多分正面から撮ってもらった方が分かりやすいかも。そう、いつも通りちょっと普段通り一回打ってもらって、はい、うん、そう、そうそうそう、 OK で左目つぶった状態で今と同じ振り幅でいいんで、左目つぶる、そう、だからちょっとカップの左外します。確かに、また左行きましたね。いや、本当だ。全く気にしなかった。じゃあ左目つぶって、そう、構えて左目つぶった状態で振ってあげますと、ほら、入った。こんな話あります？やらせっぽ。ね、めっちゃやらせっぽ。左目をつぶりながらパッティングすればいい。そうしてあげるとカップが見えなくなるんで、自然と、なんだ、頭が動かない。そう、頭動かそうと思わなくてもやっぱ視界にカップが入っちゃうとそこを覆おっとして頭が動いちゃうんで、左目つぶってあげる、つぶってあげて打ってあげると視界からなくなるから頭が動きにくくなる。でもこれ多分言葉で聞くよりもやってもらった方が絶対早いですよ。わかります？本当に、ね、なんか意味わかんないじゃないですか、聞いた感じ、はい、なんで片目だけなんだろうってなると思うんで、はい、まあ、俺左目つぶれないんだ。じゃあ、合体してもらって。確かに、合体、テープの不器用な方。そうそうそう、意識しても両方ついてる。合体してもらって、そういう方は。すごい。そうそうそう、うん、そう、 うわほら、ロングパットでも余計これはっきりあれだよね。
ロングパットでも特に出ますね。要は、ね、左に出ちゃうからもっと左に。そうですそうです。今のでそう。じゃあもっと伸ばす。そう。じゃ必ず素振りしてその振り幅だけ確認してあげてください。あ、そうそうそう。はい。カップ見ながら素振りしてもらって最初。はい。カップ見て素振りする。そう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 。それで距離感を合わせてあげる。そう。ロングパットは特にこうボール一回握ってもらって、そのボールはあそこに投げてもらっていいですか。そうそう、あそこに寄せてください。そう、その時手元見ました。見てない。そうだ、距離感合わせるには向こう見てあげないといけないんですね。はい。そう、結構多くのアマチュアゴルファーがロングパットでもこっち見ながらこうやって素振りしてるんですよ。はいはい。そうそうです、いつまでだっても距離感つかめないんで、なんで素振りするときはどう打つ、まあ、綺麗なもうストロークしてるからどう打つとか意識しなくて大丈夫です。まず姉さんは必ずカップ見ながら素振りして、素振りしてあげて、その時の振り幅で打ってあげると大体距離合ってくる。そうなんですね。そう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 だね。今片目つぶって距離感合わせづらいと思うんで、はい、必ず素振りしてカップ見ながら素振りしてあげて、振り幅確認したらその振り幅のまま片目つぶって打ってあげれば大体合うから。すごい。確かに片目つぶるとなんかあれどのぐらいでってなりますよね。そうなんだ。そう、確かに見ながら見ながらこうやってやられてる方いらっしゃいますけど、そうです、そうそうそう、うんうん、ちょうど足の幅ぐらいで今の OK と、ほら距離感バッチリじゃないですか。距離感はい、ね、そういう感じに言ってってあげると、へえ、ロングパットの距離感はそういう感じで合わせてあげた方がいいです。距離感が合うから良かったんですけど、これたまにボールをこうやって投げても全然距離感合わない人は、何歩はこのぐらいの振り幅ですみたいな感じで、足から足、足から足ぐらいの振り幅で 5m ってだったら 5m っていう感じで決めてってあげる方がいいですね。一回ボール投げてみて自分がその感覚あるかないかみたいな判断してあげないと、練習方法とか距離感の合わせ方が変わるんで、うん、そこだけちょっと間違えないようにしてもらいたいかなっていう。これさ、はい、左目を常に素振り続けたくはないじゃん。はい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 。練習の時にそれをやってあげればいい。あ、その感覚が分かるってこと。その角度で見るんだよ。そう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 。分かった。はい。あ、じゃあ、両目だったの。いえ、片目つぶってました。今練習なんで。練習。じゃあちょっとあの最初ぐらいの距離でちょっと開けっぱなしでちょっと。開けっぱなしで。私変わりました。しでも左目つぶると頭が残る感じ変わりますよね。まあすごいよ。いい。さっきこのぐらい。分かりました。両目開けるんですよね。カピラクですか。カピラク。そう。カピラクですか。かしこまりました。あれだよ。意識して。頭の位置。頭を、うん、だって最終的には両目開けながらやるんでしょ。はい。合わせて。ゆくゆくは。うん、いいいい、オッケーオッケーオッケー。多分左向いちゃってるんだろうな、これね。オッケー、いいっすよ。向いちゃってるんですか。うん、うん、ナイス、いいっすよ。うん、ナイス。ナイスです。ありがとうございます。はい、って感じで、うん、もちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあなんかこう見てて結構距離感がね意外にいい感じだったから、方向性みたいなのをまとめてもらった感じです。はい、そうです。ペースの開閉があまり強くならないように、うん、そこを直させていただきました。わかりました。まああとはちょっと実際ちょっとコース行かないと分かんないところもある感じですね。うんうんうん、そうですね。はい、プレッシャーかかった時にね、どんな動きになるのかが楽しみなんですけど、あたふたしちゃうだろうからまた。視聴者さん的にはあれですか、一回ちょっと左目つぶって、うん、打ってみるのが正しい見え方ですよみたいなような感じですか。正しい感覚、多分左目つぶるだけで頭残ってる感じありますよね。ありました。 でその感覚やってもらった方が絶対早いんで、その感覚で覚えてもらいたいっていうか。なるほど。そう、
なんか左目で何回かこう打ってもらうと頭の存在場所が分かります。どこにあるんだろうっていうのが。なので両目でさっき最後の方何回か打ったんですけど、あの固めつぶってるかのような感じで頭残ってる気がしてます、自分で。なるほど、はい、ぜひちょっと一回左目つぶってそうやってみてもらいたいです。感覚を感じてもらう感じで、はい。なんか疑ってますよね。なんか感覚を感じてもらう感じでって感がすげえ多いな。そうでしたね、本当に。はい、じゃあちょっと今日一日長々、はい、なかなかスペシャリティなレッスンだと思うので、はい、こんなには受けられないなんか、ね、贅沢なレッスンなんですけど、はい、まあ今年109って言ってるんで頑張ります。頑張りましょう。お願いします。サポートします。ありがとうございます。もうなんか今切れた気がします、この言葉で。全力でサポートしてくださるって、もうありがとうございます。お願いします。頑張ります。そんな感じで、はいはい、今回の動画は終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。